ヨハン・モーリッツ・ルゲンダスとは、ドイツ人の画家であり、19世紀初頭のアメリカ各地の、ランドスケープや、民族史を主題とした作品を描いたことで知られている。ルゲンダスは、バイエルン王国のアウクスブルクの画家の家系に1 8 0 2年3月29日、誕生した。そして父のヨハン・ロレン・ス・ルゲンダス2世に彫刻と、絵画を習った。 1815年から1817年にかけて、彼は、アルブレヒト・アダムに学び、後に、ミュンヘイン美術院で、ロレンツォ・クアー・リョ2世に学んだ。トマス・エンデルの芸術作品に感化された、彼は、オーストリア帝国の自然主義者、ヨハン・バプチスト・ボンスピクスと、カール・フリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウスの手助けによって、熱帯地域へと旅行し、ルゲンダスは、 ポルトガル・ブラジル及びアルガルベ連合王国の現ブラジル地域2821年に到着し、すぐにグリゴリー・バノビッチ・ラングスドルフによる現在のブラジル連邦共和国ミナス・ジェライス州及びサンパウロ州方面への探検のための画家として雇われた。ラングスドルフはロシア帝国の同地域における統領であり、リオデジャネイロの北方に農場を有しており、 ルゲンダスも他の探検隊員と共にその場所に住んだ。このことにより、ルゲンダスは、マンチケーラ山脈やバルバセナ、サン、ジョアンデルヘイ、マリアーナ、オーロプレット等の都市を訪問することができた。アマゾンボンチへの探検が始まる寸前に、ルゲンダスは、ラングスドルフと疎遠になり、探検に参加せず、その役割は、エイドリアンターニーや、ヘルクレス・フローレンスによって担われた。 しかしながら、ルゲンダスは1825年まで、ブラジル帝国に泊まり、マットグロスソ州やペルナンブコ州、バイア州、エスピリットサント州、リオデジャネーロ州等を探検し、日々の感想を絵画で記録しており、この時に彼の大半の水彩画が作られた。1825年から1828年にかけてルゲンダスは、ヨーロッパに帰り、パリやオクスブルク、ミュンヘン等に、 アブライトの新しい芸術画法を習得するために住んだ。そして彼は1827年から1835年にかけて、ビクター・ーアイメフ・フューバーの助けを得て、彼の記録となる書籍、ボエッチ・ピット・レスク・ダンル・ブレジルを出版し、その書籍には100以上の絵画が描かれていた。そしてこの書籍は、現在19世紀のブラジルにおける最も重要な資料の一つとされている。 また、彼はイタリアにも勉強しに行き、ピサやフローレンス、ローマ、ナポリ、ベネツィア、シチリアを訪問している。その後のルゲンダスは、アレクサンダー・フンボルトに感化され、彼に支援を受けながら、ラテンアメリカの生活と自然を写実的に保存する、運動により熱心になった。彼自身は、新世界での画家における正しい活動、と評していた。 1831年に彼はハイチを訪れ、メキシコへと渡った。この頃から彼は油絵を描くようになり、好評を博した。しかし、アナスタシオブスタマンテ反逆したことから、メキシコ政府により1834年投獄され、国外追放された。1834年から1844年にかけて、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ペルー、 ボリビアとルゲンダスは旅行し、リオデジャネイロに1845年に戻ってきた。ブラジル皇帝ペドロ二世によって徴用されたが、一部王室に彼の描いた肖像画は非難された。1846年、ルゲンダス44歳の年、彼はヨーロッパへ戻り、二度とラテンアメリカに戻ってくることはなかった。そしてバイエルン王国バイルハイム・アンデルテックで彼は死亡した。 作品は、バイエルン・オー・マクシミリアン二世が、自身の年金と引き換えに得た。セサル・アイラの風景画家の人生では、ルゲンダスが主人公となっている。ディーナー、P、ルージェンディス、1802から1858、ウィスナー、ムセオ・ナショナル・デベラズ・アーティス、ウックスバーグサンティアゴ・デ・チリ、1997、A マッシブ、カタログ・オブ・ワークス・イン・スパニッシュポーチュギーズ、 ありがとうございます。